北斗の拳40周年を勝手に記念してプレイステーション版北斗の拳をプレイ。コマンド入力のタイミングによって敵の断末魔が瞬時に変わるリアルタイムアベスシステムを導入した斬新な作品。原作通り進む物語がゲームの完成度を高めており、非常に評価の高い作品である。あーじいさん、また豪華声優陣もそのまま起用となっており、北斗の拳のゲームタイトルの中でも最高傑作とも言われるタイトルである。あーそんな最高傑作を楽しくプレイしていた北斗の拳が大好きなドグマであるが、とあることに気がついてしまう。私は戦う、もう逃げたりしない。ファイリーやっぱでけえな。シバの体は骨のかけらも見つからなかったらしい。無理もない、ダイナマイトで吹き飛んだのだからな。ひどっ。何ゲン、シバは今日この曲聖帝の夫を道連れに。いいんやけどこの曲かかりすぎじゃない。シバ、そしてこの後もことあるごとにあの曲が流れてくる。シュウさん、いいか、変な目覚めを伝えてくれ。違う、私やシュウ、そして不幸な時代に生きる子供たちが、いいシーンなの分かるんやけど。たとえこのアシストも我らはかかりすぎやろ。星となってお前を見ている。あまりにも頻繁に流れる BGM にドグマは曲がかかるタイミングすらわかるようになる。北斗の拳でいいやつは本当死んでいくね。本当悪いバンジョー。どうしたらいい。デレレ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 レ。さすがにかからんか。じゃあもういいシーンやけどかけすぎやって。ちょっともうちょっとかけすぎやね。もう笑ってまうわ俺も。そしてシュート・サウザーの有名なシーン、ストーリー上最も感動するシーン。どこまでも愚かな奴よ、六世の乱に責任を感じておるとは。ジョジョについたか、矢を放て。悪いな、バンジョー。シュウ。やー、帰り見ぬ北斗、無情猛将派。貴様、普通の馬の無条件、この俺の死でさえ情けで見送るのか。この曲かかりすぎやろ。